こんにちは、カノです。今日はですね、オリジナルタオルをですね、イベントタオルですね、オリジナルタオルの、イベントタオル、これをですね、最短で作る方法、これについてですね、ちょっと説明させていただきたいと思います。まあ、いつもの通りワンポイントアドバイスです。ですね、これがね、言えば、イベントなんかで、使われるようなタオルなんですね。まあ、フェースタオル、まあ、染料のフェースタオルと言われるものなんです。で、これですね、実を言うとやっぱり納期、時間がかかるんですよね。結構かかっちゃうんです。で、なぜかということなんですけども、まあ実を言うと工場が少ないんですよね。日本全国でやれる工場っていうのは本当限られた工場でしかないっていうのが現状 で、それに対して、夏のフェスティバルで、夏フェスであるとかですね、カウントダウンとかもういる時っていうのは決まってるんですよね。なので、そこに合わすべくみんながこう集中して注文するわけなんで、できる工場が限られている中でそういった形になるんで、どうしても納期が遅れちゃうということが考えられるね。ですから、できるだけですね、その繁忙期は、納期を見ていただいてデザインを入れていただく、まあ、デザインを見せていただいてご相談という形になるんでね、その辺からの打ち合わせになるとやっぱり結構時間かかったりしますので、繁忙期でない、まあ時期ですね、例えば今の時期とか、うまいことやると本当ね、10日間ぐらいでね、出来上がったりしますので、やり方にもよります。ですから、この辺うまいことね、お客さんとの打ち合わせで早くできる時期もあるんでね、一度とりあえず私どもに聞いていただいて、一番いい方法をご提示させていただきますので、ぜひですね、ご相談いただきたいと思います。この動画の後にですね、このフリーダイヤル入ってますのでね、そちらの方から問い合わせいただいてもいいですし、缶乗り物で検索していただいても出てきますので、またぜひ、ご相談ください。よろしくお願いいたします。